釣りたい。釣りたい。引き時がわからないな。あ、来た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 。ああ。来たよ。来ました。釣れた。いいな。やった。やった。息がいいです。これでも針どうやって取ったらいいんだろう。口を押さえてもう。くそー、ついに。結構意外と買ってましたね、お肉もね、うんうん、というよりか肉中心って感じですね、どっちかというと。まあまあそうだね、うん、確かに確かに、うん、野菜そしてね、緑のねこの高級食材ですよ、ね、見てくださいよこれ。ほら松坂牛と、ね、今までずっと松坂牛と言ってたんですけど、なんか松坂牛って言うみたいですね、うん、これはもう、うん、とろけちゃうやつだよ。とろけちゃうやつね、ほ、うんままもうベロンベロンっていけるかもしれないですよ、ね、俺これはいらなかったわ。いや、なんでですか。いらなかったって失礼でした。いや、じゃあもう油がさあ、そういうことか、うん、そうそう、そしてね、俺の松茸何そのあはなんで、何そのあはってレモン好きだもんね、佐賀ちゃんね。レモン大好き、もうありそのまま飲めますもん。豆人うえい、おいしそう。うえい、ありがとうございます。あいただきます。ああ、どうですか。おいしい。うん、おいしいでしょ。おいしい。いや、意外とそう、いい焼き加減。見た目に反してね、うん、意外とおいしいんですよ。ありがとうございます。あ、焼いていただいたんですって。え、ニジマス？ニジマス、ニジマスに次ぐニジマス。うわー、これだよ。これこれこれだよ。いや、超美味しそう。やば。うわ、これさかちゃん釣ったやつでしょ、うん、これプロが焼くとこうなるんですね。こうなるんだ。これがもう、これも美味しい。お題の違いよ。いや、これも美味しかったです、マジで。本当にニジマス。なんで、うんしか言ってないじゃないか。おいしい。どうどう、塩加減とか最高。これよ、めっちゃおいしい。これサンマもおいしいけど、ニジマス、あーもう絶妙な塩加減。やっぱ、うん、食感、食感、噛み応えありますよ。お、顔がオマールですよ。あるしない。うん、うん、おいしい。何食べられるんですか、やっぱりは。あ、踊り出した。これは何の前の白坂初 の, 初の、ロケ企画でございましたが、皆さんね、ここまでご視聴くださってありがとうございました。ありがとうございました、本当に、ね、今後もね、うん、白坂は続いていくと思いますし、またこういうロケがあった時は、はい、ぜひ皆さん、楽しんでいただければと思います。そうですね、はい。じゃあいつもの締めいきますか。今年1年もサチアレ。バイバイ。ありがとう、楽しかった。